と2曲だけ歌わせていただきたいなと思います。せっかくなので、よし、今日ちょっとね、しっとりした曲も1曲歌おうと思ってたんですけれども、ちょっとやめますちょっとやめて、さっきね、私3歳になる子供がいるっていう話をしたんですけれども、この娘とね、一緒に過ごす中でできた曲を次にお届けしたいと思います。そして、いろいろライブの情報とか、いろいろね、SNS もやってるんですよ。Twitter とか Facebook とか Instagram とか、そういうのの情報が載ってる、チラシを持ってきております、皆さんから見て左側ですね、はい、の一番エスカレーター側に、私のコーナーもありますので、この後ね、ぜひぜひお立ち寄りいただけたら嬉しいです。
ぜひね、チラシだけでもね、もらっていってほしいです。そして、私結構今月、フリーライブが多いんですよ、無料のライブが。なのでね、ぜひ、ご都合合えば、お散歩がてら遊びに来てもらえたら嬉しいなと思いますし、来週の金曜日、9月の20日金曜日はですね、今日この男島に、前半で出演されてた矢内まりなちゃんの、CD 発売記念イベントライブに、私も呼んでもらってて、それのチケットも今日あるので、ぜひね、遊びに来てもらえたらとっても嬉しいです。はい、そんな感じで、では皆さん本当に今日はありがとうございました。最後はですね、休日にぴったりの一曲で終わりにしたいと思います。よかったらね、手拍子してもらえたらと思います。それでは聴いてください。怠け者の心理。